ニューヨーク日本人学校はニューヨークに近いコネチカット州グリニジにある日本人学校。1992年には日本の文部省から資金の支援を受けるようになった。1991年まで学校はニューヨーク市クイーンズ区にあり、その後1年だけニューヨーク州ヨンカーズにあった。1973年、 ニューヨークの日本人クラブが全日制日本人学校の開設を目指すことを決定し、教育法人ニューヨーク日本人教育審議会の設立に向けた取り組みが進められた結果、1975年にニューヨーク州教育局から教育法人の設立認可、全日制日本人学校の設立仮認可が下された。この年の9月に ニューヨーク市クイーンズ区ジャマイカ地区に創設されたこの学校はニューヨーク市においては最初の日本語で教育する全日制の学校であった1976年には当時日本の文部大臣であった長井道夫が視察に訪れ1978年には中学校の家庭に相当する在外教育施設としての認定を受け同年にはニューヨーク州からも 私立学校としての正式に認可された。その後の生徒数の増加を受けて、学校は1980年12月にクイーンズ区内のフラッシングへ移った。1991年8月18日、学校はニューヨーク州ウエストチェスター郡4カーズに移転したが、1年後にはコネチカット州へ再び移転した。1992年9月1日、 現在地における授業が始まった1995年には、コネチカット州からの私立学校としての正式認可を受けた。この間、1992年4月1日には、ニュージャージー州に文校が開校し、1年から4年までの学年が設けられた。1999年4月1日、ニュージャージー文校は独立した学校である。 ニュージャージー日本人学校となった。1998年には町村信孝、2000年には中曽根博文がそれぞれ文部大臣として視察に訪れた。2002年にはウエストチェスター軍における日本人家庭の減少により学校の生徒数は減少していた。授業料収入の減少を前に学校は健全な財政の維持に懸念を持っていた。 2010年、学校は創立35周年を祝った。現在のキャンパスは、コネチカット州クリニッチにある。キャンパスは、かつて女子校ローズマリーホールがあった18エーカーの、敷地に15以上の建物がある。このキャンパスは、レイクアベニュー沿いに位置しており、カーメルアカデミーと施設を共用している。キャンパス内には、イビーズレイハイドがある。創設時の所在地は、 ニューヨーク市クイーンズ区のジャマイカに近いジャマイカエステーツのグランドセントラルパークウェイ187から90番地であった。1980年12月22日、学校は同じクイーンズ区内のフラッシングに近いフレッシュメドウズに移転した。この2つ目のクイーンズ区内のコーチはかつての PS179 跡でニューヨーク市教育局が校舎を対応したものであった。 1988年にフィラデルフィア・インクアヤアラーがミノリック・ライマン記者が報じたところによると赤レンガ作りの建物はグラフィティで埋め尽くされていたという。1991年8月18日に学校はヨンカーズへ移り、さらに1992年9月1日にクリニッチへ移った。2000年代になるとクリニッチの高地内の建物の一部は 生徒数の減少に伴って使われなくなっていった。2006年、ウェストチェスターフェアフィールドヘブライ学院が日本人学校を運営する協議会から2000万ドルでキャンパスを取得し、ヘブライ学院の授業が2006年9月から開始された。日本人学校はヘブライ学院から教室を借りる形で、最大8年間はローズマリーホールキャンパスに残ることとなった。 二つの学校の授業はそれぞれ別の建物で行われているが、体育施設は共用されている。2005年にキャンパスで放火事件が起こった。この放火で事務棟が失われた。この建物は1階にキッチンと事務室に部屋があり、2階には当時空き部屋だった寝室一つのアパートメントがあった。 この建物を占有していたのはニューヨーク日本人教育審議会であった。この学校は日本の教育課程によるカリキュラムを用いている。日本式のカリキュラムには美術、英語、国語、音楽、体育、社会科などが含まれている。こうした日本式のカリキュラムに加えて生徒たちはアメリカの社会科や規定を超えた追加的な英語の授業も受けている。選択科目は 用意されていない。1987年からは、道徳の授業が行われており、生徒たちに、集団行動の取り方や、日本社会の道徳について教えている。2002年からは、英語の授業以外は、すべての授業が日本語で教えられるようになった。1987年、当時の校長であった遠藤虎生は、この学校の生徒たちは問題に対する自分の、 考えを自発的に答えること、自分が考えたことをそのまま発言することが奨励されているが、これはアメリカ文化に合わせたものであり、そのような態度は日本の学校ではむしろ抑制されるものだ、と述べていた。1986年の時点では16人のアメリカ人教師が在職していた。この年、日本人学校に通う子どもたちが、 合衆国の中であまりに孤立化することがないようにという狙いから、日本人学校は地元もアメリカの学校との一日交流を始めた。日本人学校が最初に設立された時、生徒たちの大部分はクイーンズ区に居住していたが、中にはニュージャージー州やウエストチェスター郡から通う者も,もいた。1983年の時点では、通学する生徒の多くは、 銀行員やビジネス関係者、外交官などの子供たちであった。当時の生徒たちは、ニューヨーク市や銀行方通っていた。日本人学校を卒業した生徒たちは、日本に帰国し、日本の高等学校から大学へと進学していた。当時は、学業成績で高成績を収めることについて、女子に比べると、男子生徒への親の期待が大きく、日本人学校への入学者も、 女子よりも男子が多かった。1983年当時男子生徒325人に対して女子生徒は125人しかいなかった。日本社会には男の子たちは将来安定した大企業で働くことになるだろうが女の子たちは教育を受けるとしてももっぱら専業主婦になるものだという通念があった。1986年当時生徒たちは ニューヨーク市の5つの行政区すべてと、ロングアイランド、ニュージャージー州、ウエストチェスター郡から通ってきていた。2002年の時点では、生徒のおよそ75%は、ニューヨーク州ウエストチェスター郡に住む家族の子女であった。1975年当時、生徒数は152人で、第4学年から第6学年までしか設けられていなかった。 1983年の生徒数は450人、1986年には482人であった。1987年の生徒数はおよそ460人で、第5学年から第9学年までが設けられていた。1992年の生徒数は417人、2001年は314人、2002年は253人であった。 生徒数の減少は日本経済の停滞によってニューヨーク市周辺地域における日本企業の存在が後退したことの反映である。2005年には第一学年から第九学年まで240人の生徒がいた。1983年の時点で日本人学校で英語を教えていた米国籍の教師スザンヌ・パルシェクは日本人学校の生徒たちは 米国の学校の生徒よりも行儀が良いと述べていた。1987年の時点で日本人学校には大多数の米国の学校と同じように服装規定は定められていない。1983年の学費は月額300ドルでこの中には通学バスの費用が含まれていた。1987年の学費は年額で1910ドルから2280ドルの 間であった。2002年の学費は年額で一人7000ドルであった。2010年の時点でグリニニチ公立学校の生徒1300人ほどがニューヨーク日本人学校で開かれる土曜学級に出席していた。1983年、日本人学校は数カ所の場所で週末学校を運営していた。その大部分は公立学校の施設を使用しており、 1983年当時は土曜日に2時間の授業が行われていた。この時点ではニューヨーク大都市圏に住む日本国籍の生徒たちの大多数は米国の学校に通学していた。彼らは日本語や日本文学の教育を受けるためにニューヨーク日本人学校が提供していた週末学級に出席していたのである。 1986年の時点で日本人学校は年に一度の学校祭を行っていた。1980年にクイーンズ区の新しい高地へ移った際には学校祭が行われ地域のアメリカ人住民たちに日本文化を紹介した。この学校祭は大変人気があり、その後も開催が継続されている。ありがとうございます。